以上、芸能でした。さあ、お知らせの後はこちらのコーナーです。 AKB48 の次世代エース候補が家の中で絶叫、そのわけはこの後のハマソンプラスで。さあ、続いてはハマソンプラスです。今回のゲストは今どんな音楽にハマっているのでしょうか。今回は秋葉原でハマソンリサーチ、あなたのハマっている音楽教えて。リンキンパークのフェイント、同学なんで歌詞の内容はあんまよくわかんないですけど、聴いて率直にそのあこの曲いいなって、アンコールで歌ってくれたんでもうすごい興奮しましたね。水木奈々さんのパワーゲートで打ち込んでた時にたまたまラジオで流れて調べて聴いたらすごい感銘を受けました。歌声がエネルギッシュなので好きですね。ゴールデンボンバーの女々しくて踊れるところですかねいいですか、ぴょんぴょん跳ねてやってますところで今回のゲストについては、可愛い、大人っぽいよりもなんかこう守ってあげたいみたいな可愛さがあります。アイドルという人生を全うしてるなと思います。結構好きですね。前はなんかねアンドロイドとか言われてたけど、うん、表情がだいぶやっぱできてきた。次の AKB のセンターになれる存在だと思います。 AKB48 の次世代エースといえばこの方。おはようございます、渡辺真由です。今回のゲストは真由こと AKB48 の渡辺真由さん。今年の選抜総選挙では大島優子さんに次ぐ2位を獲得。現在歌にテレビ、そして映画で声優を務めるなど大活躍中です。そんな彼女のハマソンは、エリザベートというミュージカルの私だけにという曲があって、それにハマっています。いやよおとなしいお妃なんてなれない、かわいい人形なんてあなた。エリザベートは1992年にオーストリアで初演されたミュージカルで、オーストリアの皇后エリザベートの生涯を描いた作品。この私だけには彼女の心情を歌った曲です。実際生で見に行ったのはこの間が初めてだったのですごく感動しました。私は誰にも束縛されずに自由に生きるわっていう強い意志を歌っている歌なんですけど、一番最後の私が命委ねるそれは私だけにっていうフレーズがあって、かっこいいなというか、また同じ女性としてそういう強い意志を私も持ちたいというか、そういうふうに思いますね。そんな真由の新曲光る者たちが先週発売されました。今までのシングルはまさに王道アイドルソングといった感じで可愛らしい曲が続いたんですけど、今回はガラッと変わってエレクトロサウンドな近未来な楽曲になっていて、新しい私の一面をお見せできるんじゃないかなと。今回のミュージックビデオで CG アイドルを演じた真由。注目はライブの途中エラーを起こし停止するこのシーン。メイキング映像を見てみると、体そして髪の毛までワイヤーで吊るされ、実際にカメラで撮影していたんです。かなり大変だったのでは。つられながら同じポーズで固まって、その間まばたきもしちゃいけなかったので CG になりきって、もう心を無にして、で実際に CG 眉毛になってもらいました。今ですか。はい、あしてたはい。そんな真由に街の人から質問タイム。真由の集めてるものは何ですか。バラのもの、バラにまつわるもの、昔から好きで最近特に好きなので、ローズに関するものは見つけたらすぐ買ってしまって、バラのモチーフのグッズとか、バラの香りのボディクリームだったりとか、お洋服とかのローズの柄とかもあるので、いろんなジャンルのローズ系のものが
いろいろ集まってますね。渡辺さんのストレス発散方法は、まあ、でも何かあった時は叫ぶ。叫ぶ、はい。やらないんですかね、あまり皆さん。やらないですよ。いや、私は結構家とかでお姉ちゃんと、お姉ちゃんとわーとかうわーとか、なんかとりあえずなんか大きな声を出せば全部出ていく気がするので、私はそれですっきりしてます。近所迷惑じゃないですか。近所迷惑にならない程度にまあそこはちゃんと、はい、ちょっと抑え目で、割と切り替えすぐできるのですぐ忘れられます。まさかまゆゆのストレス発散方法がね、叫ぶがね、ちょっと笑っちゃいましたけれどもね。叫び方もまーって可愛らしい、可愛らしい感じですよね。しかしね、ハマソンがあのエリザベートの曲、あの女性がね力強く生きていくのをあの歌ってる曲です。ちょっと意外な気もしましたよね。意外ですよね、うん、なんかこうおっとりしてそうに見えますけど、うん、心の中では真の強い女性になりたいって気持ちが強くあるんですかね、うんうん、まあ、これからねますますね AKB の活動も忙しくなると思いますし、もう自分が背負っていかなきゃいけないという決意もあるのかもしれないですね。以上、ハマソンプラスでした。メザニュー、まだまだ続きます。